この二人だけで外出するのは珍しいな。疲れてないか？それがお仕事なのです。そう急がなくてもいいんじゃないか。せっかくだからどこか屋台でも寄ってくか。寄り道しないで帰るのも仕事のうちなのです。そう固いこと言うな。さっきの屋敷で飲んだからか小腹が空いてきたしな。護衛としてついてきたはずがどうして酔っ払いになってるですか。酔っ払ってなんかいないって。そうだな、堅物の元ではうまい酒も飲めますまいって挑発されたんだ。こっちが引けばオシトルの顔を潰すことになるだろう。つまり仕方なくってやつだな。呆れるです。物は言いようなのです。その護衛を任されたわけだが、結局のところネコラがテータの情勢について貴族から説明を求められるような場面はなく、実際はメコネと二人で貴族のご機嫌取りをさせられたって感じだな。おかげでネコネの不愉快そうなこと、しかしこうして歩く後ろ姿はごく普通の女の子にしか見えないな。もう少し年相応に振る舞ってもいいと思うんだがね。実際まだまだお子様なんだし。何を考えてるです。仕方ない、ちょいと余計なおせっかいだがなあ猫ね。嫌なことがあったのなら溜め込まずに吐き出した方が周囲も楽になる。全て一人でやろうとするのはお前の悪い癖だ。もっと周りを頼るといい。っていうか無視かよ。なぜだ、今のオシトルの真似は結構自信があったってな。なら奥の手を食らうまい。メコネ、それがしとていつもお前のそばにいてやれるわけではない。寂しい時はハクをもう一人の兄だと思って存分に甘い。そんなものまだ持ってたですか。お前そうやってすぐ蹴るのはやめろよ。ちょっとしたお茶目だろう。お互い珍しいところであったな。兄弟水入らずのところお邪魔だったけ。いや、聞き分けのない妹で困っていたところだ。猫やんが珍しいこともあるんやえ。猫やん、どうかしたの。あれ、オシトルはなんか変な感じ。もしかしてお兄さんけ。バレちゃしょうがない。だからそんなゴンゴンと。こんなものこうするのです。わあ、せっかくの力作が。まるで本物みたいやって。でもなんでオシトルはの真似なんかしてたん。まあ深い意味はない、ちょっとしたシャレだよ。まさか猫にも気遣ってとか恥ずかしくて言えんしな。それにしてもオシトルはんと間違えるなんてお兄さんにも威厳がついてきたってことなんかな。お、やっぱりそうもか。最近自分でもそんな気はしていた。でも褒めても何もおらんぞ。バレたけ、そっくりなわけないのです。こんなのと兄様がそっくりなわけないです。それはそうや、お兄さんのお兄さん、オシトルハンはオシトルハンやもん。うん、それでお兄さんたちはこれから帰るとこけ。その前に屋台に寄ろうって話してたんだ。
いい加減腹が減ったしな。それはええな。うちもご一緒する。二人で行ってきたらいいです。そう言うなって。途中で猫ねを置いてきたなんて言ったらさすがにオシトリに叱られる。というかオシトリに頼まれたんだ。よかったら帰りにうまいものでも食わせてやってくれたさ。兄様に？嘘だと思うなら後でオシトリに聞いてみればいい。まあ嘘なんだが猫の息抜きなんだ。オシトリなら話を合わせてくるだろう。でも早く帰らないと兄様に。その兄様が猫のためにって言ってるんだ。兄様が。そうやよ猫やん。せっかくやし一緒に行こな。猫やん小さいからいっぱい食べないとな。なえ頭が重いのです。それにさっきからどうして頬を。ダメって？別にそんなことは。照れてる猫やんかわいいな。別に照れてなんかないのです。何してるです。行くなら早く行くです。そうや、ここはお兄さんのおごりや。好きなもの好きなだけ食べてもいいよ。おいちょっと待て、誰もおごるとは言ってないぞ。そうな。でもオシトランからおせせが出てるよね。そいつは方便ってやつで空気読み。違うな。分かってて言うであろう。クオンもそうだが素で言うアトイも立ち回り、財布が軽く。やっと仕事が終わったか。疲れた。今腰が一日中座り仕事だったからな。今日はさっさと寝るか。明日には疲れが抜けているといいんだ。お帰りなさいませ、主様。なんだお前たちか。脅かすな。悪いな、ようなら明日にしてくれ。今日はこのままゆっくり寝たい。ヒロ、主様はとてもお疲れに見えます。私たちにお任せを。お任せ？何するつもりだ？よし、よろしければ疲れを癒しましょうか。寝転ぶ。それでは布団の上にうつ伏せになってください。うつ伏せに？寝るとき以外はあからさまに裸で迫ることがなくなったのは一安心だが、未だに何をしてくるかわからないからな。安易に言うことを聞くのはためらう。というか正直怖い。もみほぐす。お体の疲れが取れるようにもみもみします。肩を揉むだけ。楽になるよう肩と腰をもみもみするだけです。すぐに終わる。天井のシミを眺めていれば変わりますから。うつ伏せでどうやって天井が見えるんだよ。何か最近こいつらの行動が読めてきたしな。実際に少しでも楽になれるのなら何とかしてもらいたい。これでいいのか。楽に。はい、それでは主様、そのまま力を抜いてください。それでは始めさせていただきます。なかなかうまいもんだ。おお、そうそう。当然主様に仕えるためのたしなみでございますから。血の流れをこうやって適度な力で揉むことで滞っている疲労を流します。次は腰から全身にかけてほぐします。
今日の主様のお体はとてもカチカチですね。これはすごいな。今日の力が全部抜けていきそうだ。ブルール、そっちをもう少し強く頼む。ご満悦、喜んでいただけているようで光栄です。もっと頂点へ。でも、もっともっと気持ちよくなれます。わあ、気持ちいい。このまま眠ってしまいそうだ。いや、もうこのまま寝てしまう。まさかな。一体何をした？てぇ！こいつらは全く、頭の中は桃色一色みたいだな。このまま気にせず寝てしまおう。そうすりゃ二人とも諦めるだろう。なんだか寂しいな。もう少し静かにしてくれるといいんだね。この眠気に身を任せて寝てしまう。主様、どうかいたしました？少しで眠れそうだったんだが、どうしたんだ？あの気配、なんだ、帰ったわけじゃないのか。おい、早く続きを頼む。まだ体がギシギシいってるんだ。続き？今度は背中を頼む。特に背骨あたりを揉んでくれ。いいの？ちょっと強めで頼む。それじゃあ遠慮なく。腰に座られて起き上がれない。ダメだよ、ハク。じっとしてないと。その声は、クオン。だいぶ疲れが溜まっているみたい。あなたの言う通り、ちょっと強めにするね。ちょっと待って、ウルルとソアナは？部屋には寝転んでるハク一人しかいなかったけど。何？でもさっきまでここに。確かに、あいつの室の間に。とにかくどいてくれ。もういいかな。ダメ。ちゃんとほぐしてから寝た方がいいかな。だいぶ疲れが溜まっているみたいだし、このまま続けるね。ほら、おとなしくしてて。勘弁してくれ。このまま続けられる。別の意味で寝ちゃうわ。クス氏秘伝のツボは痛むけどよく効くんだ。我慢できなかったら痛いって言ってね。痛い！
少し我慢かな。ちょっと…うわぁ！必要があります。次回今度こそ主様をその気にさせてみせます。うわぁ、失敗、今日は失敗だけど次こそは